もりもりライオン株式会社おはようございます岩手を元気にする地域活性化番組その名もラジオ番組なのにもりもりライオン株式会社今週も始まりましたそれではもりもりライオン株式会社本日の出席を取りますはい、私営業部長の桜く子ですはい、人事部長の石川美希子ですこの番組はゲストとのトーク中に私たちがピンときたポイントに ガオーと突然ライオンの鳴き声が響き渡りますよねそして番組の最後にはゲストに半ば強引にモリモリライオン株式会社にスカウトしてしまうという楽しい番組ですさあ今日も土曜の朝に元気に出勤してまいったわけですけれどもさくらさん今日のゲストははい今週は岩手県から J リーグ入りを目指しています、はい、グルージャー盛岡の中西哲也選手にお越しいただきましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いします 真っ黒、ね、<laughs> 真っ黒だよね。<laughs> 黒が眩しいって感じね。鍛えてるって感じね。ね、筋肉だし。<ー>はい、さあ、そしてね、はい、もうグルージャ盛岡といえばね<ー>、皆<ー>さんご存知。そうです。そして最近では。 県のサッカー選手権で見事六連覇を果たしまして、天皇杯に出場されました。まあ惜しくもですね、初戦突破なりませんでしたけれども、中西選手振り返ってみて、今いかがですか。どんな感じ。そうですね、まずはやっぱり勝ちたかったっていうのが一番。本当本当、そしてやっぱり悔しい思い。そうですね、まあチーム三十一に全員その思いは一緒だと思うんですけど、やっぱり皆さんに注目され。 出た試合なので、期待に応えられなかったのが、やっぱり悔しいですね。いやいや、そうは言ってもね、みんな本当にね。ね、頑張った頑張った。そうですね。ありがとうございます。ね、本当、うん。一応、まあ、今は天皇杯も、まあ、あれで落ち着いて、今度はとは目指してる。また、あの、リーグ戦が再開しまして。で、九月末になると、国体が挟みます。なるほどね。そうです。東京で。あ、東京国体だこと、そうだ、そうだ。はい、はい。去年準優勝して、結構。 皆さん注目してくれたので今年はそれを超える結果を。 皆さんに伝えられればいいかなそうですねはい。それで中西選手は岩手出身じゃないんですよねそうですね自分ははい神奈川の出身です神奈川ちどちらなんですか横浜です浜っ子浜っ子です言わないか今もう言いたかったみたいなありがとうございますすみませんそうそして高校どちらだったんでしたっけ高校は今だとあの松井選手って野球で有名な東高学園ですねはあ。 あの先輩には十校上なんですけど中村俊輔選手はそうなんだすごいもじゃ強豪校ねもサッカーではそうですちょうど自分の代が盛岡商業さんが全国優勝した第なんですね若いんだね若いんだも小さい近の話だね25歳そうですそうそしてここ出てあのその後 大学に住まれたんです。そうですね、東京の学習院大学っていうところで、日本語を学ばさせていただいてました。学習院だよ。ええ、それからサッカーをやってたんですか。もちろん、もちろん、両方とも、まあ、文部両道。しっかり力を入れてましたね。でも、やっぱり、自分国語の先生になりたかったんですけど。でも、あの、ちょっと一週間ぐらい行く実習があったんですけど。 その間サッカーでできなかったんですねその1週間だけでも自分ちょっと耐えられなくて<う>サッカーをしない生活あの<ー>ちょっとサッカーをやらない教師の道っていうのがやっぱり違うかなっていうのは1年間ぐらい悩みまして大学は、はいはい、サッカーの推薦でで行ったんですか大学はあの高校時代しっかり勉強してたので指定校推薦というか自分で言ってるすごい <laughs> かっこいいしっかり勉強してる自分で言ってた。はあ もう標<ー>定平均値が4.8やったのですごい賢いんだね。素晴らしい本当にもう自分で言っちゃってましたけど文武両道の道を歩んでこられてるわけね。そうですねは。そして国語の先生になるのをまあ、はい、やめてまあそのサッカーの道を選んだ中西さんなんですけど、はい、いや本当にそこまでさせるサッカーの魅力ってなううと男やもんですかね。う 何ですかね始めたのが兄のきっかけなんですけどうもう五歳ぐらいから始めてたので<ー>物心つく前からやってたことなのでもう生活の一部なのではい。うん、なんかこう得意技とかなんかこうあるんですか、ね、柔道じゃないんですか <laughs> な<い>な <laughs> あそっか <laughs> そうですね小学校の時とかだと五時になったら帰りなさいっていうのありましたよね、はあ、結構五時になると友達みんな帰っちゃうんですよ でもその後自分まだやりたいので、一人でやってたんですけど、壁しか相手がいないので。キックには結構自信があります。うん、どういうふうに蹴ると、どういうところに行く。とかっていうのは、もうずーっと一人でやってたので、その分ちょっと自信はありますね。ね自由自在にね、ボールをね、<laughs> 使えるというね。うですねあのミッドフィルダーですよね。はい、ずっとミッドフィルダーなんですか。えーっと、小学校の時はフォワードをやってました。そ、うん、れでまあ、もうサッカーの道を選んだ。でもね、はい、やっぱりその。 神奈川出身で、ね、横浜出身身ででね横浜またこうやってこんな素晴らしい人がね盛岡に来てくれたっていうこの縁もね,ねありがたいんだけどちょっと悩みはなかったですねまずはあのこのグルージャー盛岡っていうチームがやっぱり J を目指そうっていうその理念がしっかりしてたのでまずはそこですねあの現状維持がでいいっていうチームもありますし。 まあ楽しくやれればいいっていうチームもあります。でもグルージャ盛岡はあくまで厳しい練習を積んで。ジェンを目指すっていう基本理念がしっかりしてたので。そこを知ってたのでもう悩みはあんまりなかったですね。す今もねお仕事されて、はい、あとね両立なんですもんね。そうですね。お仕事してるんですか。はい午前中にあのグルージャ盛岡の練習があるんですけど。午後は今は自分は青山のホリデースポーツクラブっていうところで。 働かさせていただいてますインストラクターみたいなそうですねわーすごーい,はーいぜひぜひ来ていただければ、えー、うわー通っちゃいようよー <laughs> このブヨブヨのお腹を筋トレでそうすると中西選手みたいな素晴らしいねあのー、普段こう、ねはいろいろね スポーツ選手としてそのある程度このモチベーションとかはやっぱりねこう、うん、プレーとかにも影響するす、ね、保っていくためのなんかこう工夫みたいなのっていうのは、はい、まずは失敗とか負けるっていうことが多いっていうのを自覚するっていうのがまず第一ですねまあ状況状況で相手のあることなので勝つか負けるかどっちかなので負けるっていうことに関してあのー それをネガティブに捉えちゃうとどんどんチャレンジできなくなっちゃうのでまずはやることを全力でやるっていうふうに結果じゃなくてっていうところまず目先の部分でしっかりやらなきゃなっていうのがまあ実際にはずっと同じようにやれていくモチベーションの保ち方なのかなと。自自自分分のの己コントロールみたいなのもねあるでししょどうしても自分はあの フィジカルあのー、体的なところがそんなに強くないので、うんうん、例えば吹っ飛ばされたり走り負けたりということが多くあるんですよ<ー>でもその一回一回になんだよって思うと次が続かなくなるので <laughs> <ー>他の部分でやらなきゃいけないこともたくさんあるので次次っていう風にしています、はい、ネガティブに引きずり込まれないように、はい、もう自分をとにかくもう前前って 嘘でもいいんで自分を奮い立たせないと。なるほど。関係ね。いろんな人生にねつづるよねこれね。そうだよ。もう立ち止まっちゃうじゃんここで。いやそしてあのまあグルージャ盛岡はもちろんあの岩手ではね有名なチームですけれども。そのなんかこう見所みたいな。まずは走り負けない姿勢っていうところですね。サッカー用語になっちゃうんですけど玉際 1>, 1対1でぐちゃぐちゃとなるところあるじゃないですかどっちのボールに転がるかっていうところで負けないように全力っていうところはやっぱり見てて熱くなるものがあるかなとそういうところを見ていただければなとープレイで魅了するよね,、はい、ねあとは来年から J3 っていうのが始まるのできかですかああ来年からできますで今、ね、グルージャは J1 J2 が今ありますうん、うん、でその下に JFL っていうリーグがあるんですけど、うん、その下に各地域リーグっていうのがあるんですね。で戦っているのがグルジョン盛岡です従来であれば地域リーグから JFL に上がります。うん、で JFL でいろんな申請などをして成績も通れば J2 に上がるっていうことだったんですけど来年から始まる J3 っていうのにうまくいけば グルージャン森岡地域リーグから一気にステップアップして入ることができるんで、えー、なので今年は本当に勝負の年ですね,ですね行けそうですか行くしかないとぜひね頑張っていただきたいねじゃあ最後に中西選手の将来の夢を教えてくださいそうですねまずはグルージャン森岡で J リーグの J3 っていうのが当面の今年の目標なんですけど自分自身としてはやっぱり J1 戦って 世界に広がっていきたいと思っているのでサッカー選手として耐性していければなと思っております。本当にね、はい、みんなで応援していきたいです。そうですね。えー、まず体大事に、ねはい、本当に頑張ってください。はい,、はい、と,いということで今日はですね岩手県から J リーグイルを目指しています、はい、グルージャー盛岡の中西哲也選手にお越しいただきました。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。